エビアボカド春巻きを作ります。むきエビ 80g を耐熱皿に入れ軽くラップをし、500ワットのレンジで1分半ほど加熱します。アボカド1個、大葉2枚、ミニトマト2個、ピザ用チーズ 20g、マヨネーズ大さじ2、塩コショウ適量を入れ、5回ほどブンブン引っ張ります。加熱したむきエビを加え、 さらに5回ほどブンブン引っ張ります。春巻きの皮の中央下にブンブンした具材を乗せ、三つ折りにします。手前1センチを残して三角になるよう折ります。残した部分を入れ込むようにして、水溶きかたくり粉で留めます。残りも同様に作ります。熱した油で両面揚げ色がつくまで揚げて完成です。